台北高等商業学校台北高等商業学校は1919年4月日本統治下の台湾において設立された旧制専門学校通称は台北高渉英語名称は台北カレッジオブコマース1919年の設立時には台北市内の旧台湾総督府級庁舎内に置かれていたが1922年4月に 同志栽培庁に完成した新校舎に移転した。1947年台湾大学法学院に移管された後、このコーチは他の法学院の学科と共同で使用された。1987年台湾大学管理学院に昇格後、交換キャンパス、旧台北邸大宿。現在の住所表示は台北白福袋4段1個へ統合移転され、 幸町調校地は廃止された。現在、旧幸町調校地は、台湾大学法律学院と、社会科学院が使用している。教員には、g h カールイコール英語、高坂加順一イコール中国語、関東語らがいる。1938年当時他の、関立高等商業学校については、高等商業学校、主要な高等商業学校を参照。 国立台北大学の前身が同米の台湾省立法商学院を称していた時期、1955年から1971年があるが、これとは別組織である。台北大学は1955年に台湾省立行政選科学校から改称し、1971年に国立中高大学、 法商学院に改編されるまで台湾省立法商学院の公明を称していた。1919年設立の台湾総督府商業専門学校が前進。AB、官方第3396号、大正12年12月17日。ありがとうございます。